どうもはい、吉谷さん、車の映像をアップしないんですかということで、車動かしてみようと思うんですけど、さっきね、ちょっと回したら、まあ、多分もうつかないですね。じゃあ、ちょっと今の僕のお車の調子、どんな感じか見てみましょう。いきます。どんな感じかいきますよ。このセル音聞こえるか分かんないけど、全然回んないね。こっちつかないしね。これつかないし、これつかない。ということで、車動きません。僕の車動かない。こっちの電気つかないしね、もう。まあ今ね、ちょっと充電してんすけど、ちょっとね、充電してんすけど、あ、でもピンピン、ポンポンなってきたな。今ね、S カップ。こんな感じでちょっとね、やってんすけど、まあこのバッテリーじゃダメだね。あ、もうなくなったんじゃない？もう電気つかねえ。一瞬でなくなりました。もう一瞬でこれ電池満タンあったはずなんだけど、なくなった。 多分もう無理だね。無理だ、もう電池ないもん。一瞬でなくなったな。早いよ。もう完全なくなってるな、これ。まあピンピンはな、さっきね、このピンピンもなんなかったですからね。多分もうね、一瞬であの電池を使い切った感じがします。で、もうちょっと待って、つかなかったら、てかめっちゃ寒いな。あんま寝てないんですけど。はい、じゃこっちつかないからね、ちょっとこっち見てみようか。一回こっちつか、こっち行きます。あ、ついた。ちょっとついた。ちょっとついたけど、今超弱い。あ、ちょっと回ってる。ちょっと回った。こっちね、全然なんか光弱いですね。電池ね、電池全然ないっすよ。電池が全然ないよ、マジで。いやー、ただの鉄くずですね、僕の車も。僕の車も鉄くずですよ、鉄くず。全然回らんね。まあさっきよりかはちょっとセル回ったけどね。さっきよりかはセルちょっと回りました。はい、ということで、ちょっとあ、これなんか絵的にちょっとかっこいいんじゃない？GTR。 もうちょっとなんかかっこいいんじゃないこれ。鉄くずですけどね、今僕は鉄くずと化してますけど、このニスモの、もうレッドゾーンすら行かないよね。じゃあちょっと行きます。320キロ出る車、0キロしか走んない。 てか動かねえ。行きます。もう一回行きますよ。もう一回行きます。でもさっきよりセル回ったんですけどね。さっきよりセル回ったんだけどな。ちょっとなんか置き場が困るね。寒い。いきます。
あーちょっとちょっとちょっとだけ薄い。さっきよりちょっとセル回ってる。だけどあーもう無理だね。ちょっと無理っすね。はい、ということで残念賞だね。 GTR も動かないとただの等しですね。320キロのもう0キロ、320キロもダメっていう、ダメというかつかねえよ。もうね、もうバッテリーなんとかなんないのかなこれね。もうね、ほんと20日とか無理ですね多分。20日動かしてないと終わりですね。もう多分ね20日ぐらいだと思うんですよ。違う15日ぐらいですかね。違う、まあ20日だ、20日ぐらい動かしてない、20日以上だな。6、今今日17か8だから23日ぐらい、まあ20日ちょいですね。23日ぐらい動かしてないです。でもさっきよりちょっとセル回ったんですけど、いやこっからまた保険屋さんのロードサービス電話したらまた1時間ぐらいかかるからね。ちょっと頑張ってみます。15万キロ、頑張れ。15万キロ。お、あーちょっとこっちもついてない、こっちついてない、無理だね、ついてないもん、こっちつかないもん。いやーもうね、多分あそこのねバッテリーもねもうないんで、電池もないから、すいません申し訳ない、動かない、リクエストあったんで、ちょっとねリクエストあったんで動かそうかなと思ったんですけど、動きませんよ、動きません僕の車。僕の車動かない。終了します。